今回は「成功の予定という本を紹介します。稲森氏は言う会社を成功させて有名になったりお金持ちになったりそんなことのために人生があるのではない人生を生きる意味とはまさに自分の魂を磨くことにある。 本書は稲森氏が55歳から81歳までに行った6度の公演が再録されているそこには一貫していかに人生を生きれば運命を発展させることができるかその予定がつぶさに語られている稲森和夫氏が経営者として成功するための心の持ち方を書いた本です企業には見える部分と見えざる部分があり見える部分というのは 資本金の額や財務の健全性、不動産などの担保物件、技術開発力、人材力など、見えざる部分とは、トップが持っている信念や人生観、従業員が醸し出す意識、つまり社風などです。著者は、この内見えない部分の方が、経営にはより大きな影響力を及ぼすと説いており、本書ではその 見えざる部分の高め方をいいています思想の本なのでビジネスノウハウに期待してはいけませんが特に経営者の方には是非おすすめしたい本です。以上興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。